千葉港駅は千葉県千葉市中央区中央港一丁目にある東日本旅客鉄道千葉都市モノレールの駅である JR 東日本の京葉線と千葉都市モノレールの1号線が乗り入れ接続駅となっている千葉都市モノレールの駅は1号線の起点かつ同線の単独駅であるが千葉駅から分岐する2号線の大半の列車も当駅まで乗り入れる JR の駅には 116、千葉都市モノレールには、CM01 の駅番号が付与されている。島式ホーム1面2線と、単式ホーム1線を有する高架駅。駅舎は、高架下にある、JR 東日本ステーションサービスが、駅管理を受託している、稲毛海岸駅管理の業務委託駅で、指定席券売機、自動改札機、自動生産機設置駅。二千十七年二月一日の駅。 遠隔操作システム導入により、始発から午前6時30分までは、改札係員不在となり、一部の自動券売機のみ、稼働する、万葉券が営業する、飲食店、万葉茶屋千葉港があったが、閉店した。その後同じスペースに日本レストランエンタプライズが営業する、飲食店、イロリアンキラク千葉港店が出店している。京葉線開業時は、 西船橋駅当駅間の折り返し運転であった。その後、新木場駅、蘇我駅間に延長。さらには、東京駅まで延長され現在に至る。東京駅から続いてきた、京葉線の電車特定区間は当駅までであり、蘇我駅は区間外となっている。乗り場、編集参考資料、武蔵野線、京葉線建設の経緯と、線路配線。 鉄道ピクトリアル第52巻8号2002年8月号、相対式ホーム2面2線を有する高架駅。JR とは別に独自の駅舎を有する。平日朝の一部列車を除き、1番線から動物公園、千条大行が2番線から県庁前行が発車する。乗り場、編集開業以後の1日平均乗車人員推移は、下表の通り。 飛行千葉ポートスクエア周辺千葉中央港旅客船、三橋大倉千葉ホテル千葉ポートタワー千葉、県立美術館東日本旅客鉄道京葉線、通勤快速通貨快速、各駅停車いな上げ海岸駅千葉港駅、蘇我駅千葉都市モノレール1号線千葉港駅市、役所前駅駐車区、編集出店、編集広報資料、プレスリリースなど一時資料、 編集 JR 東日本の2000年度以降の乗車人員千葉県統計年間千葉港駅に関するカテゴリーありがとうございます。